情景解明は、821年に、中国の東朝とチベットのト番バンの間に結ばれた、解明。解明の内容から、おいしゅうとは名とも明かしされる。821年10月、東朝の都城であった朝案において、東朝は、上昇である、蔡移植、大派、森本栄等17人、ト番バンは、米部少所である、ロントツラの間で解明が成立。翌年5月には、 当庁は、戦士として、大理教である、流言家内以下の施設を都番に派遣。都番の八千府、坊ツタケナワ城ギ上端を主犯とする官員により、ラサ投稿で解明を行った。解明後は、都番は施設を流言家内に随行させ、長安に派遣、また別に施設を大夏川に派遣。あずま道少量104名に、名分を発表し、名約を厳守することを要求した。 823年、当シゲル両国は、解明の内容、参加施設名及びその経緯を告示した石碑を、当シゲル国境の東山、そして、両国の都城である長安とラサの三箇所に設置された。長安及び実月山の石碑は失われたが、ラサに設置されたものは、現在のチベット自治区ラサ市大正寺に現存している。碑文では、中国語では、大シゲル、 チベット語では、大中国、大チベット等と明記され、両国が対等の立場で和平条約を締結し、国境について合意した旨が記されている。あるいは、中国語では、和同一家、チベット語ではとし、中国語では、車職を一二千と称義し、チベット語では、国政を一つにしようと相談し、今後については、茂る管理国すなわち、 チベットと中国の2国、バドジやニースが、相互に国境を課すことなく、また兵を用いないことが強調されている。条文には、などと記されている。チベット亡命政権情報国際関係省の役文では、とある。中華人民共和国はこの条文の解釈を以下のように解釈し、チベット併合の根拠にしている。このような中国側の解釈に対して、チベット亡命政府などは、 全くのデタラメであるとして反発し、党と都ゥはそれぞれ別の国として記載されていることを強調している。山口随法やハンガリーの J セルブラは1980年代にこの条件解明締結の時にウイグル帝国とチベット帝国との間にも講和が結ばれたとする仮説を提唱した。その後、森安隆夫がパリでトンコ文書の断片ペ,ペリオ3829番に 名声特使、三国和義という文言を発見した。また、中国の理性が、サンクトペテルブルクで、トンコー文書断片デラックス1462から、同様の内容の記録を発見し、三国解明が締結されていたことが明らかになってきている。これらの研究を総合すると、820年代当時の、当、チベットウイグルの国境は、清水県の旗州や天水と、 元州を結ぶ南北の線が、東とチベットの国境線であった。また、東西に走るコビ砂漠が、ウイグルとチベットとの国境であった。なお、コビアルタ東南部のセブレーに、ウイグル語、ソグド語、漢文の見事語で記された、セブレー碑文が現存しているが、森安は、このセブレー碑文を、ウイグル側が三国解明を記念して、混流したとしている。ありがとうございます。